はい、こんにちは、ゆきちゃんパイセンです。今日はね、じゃん、カルビーかっぱえびせんエビチリ味、こちらを買ってきてみました。はい、お買い物行った時にエビチリ味っていうのがあったので、ちょっと買ってきてみました。まあここにもね、エビフェアって書いてあります。買い物行ったところは、僕が行ったところはエビフェアっていうものが何個かあって、これ含めて3つぐらいあったのかな。エビチリ味とこれのね、あとエビシュリンプ、シュリンプエビ、エビシュリンプかな、エビシュリンプとエビタルタルだったかなんかね、そんなようなのがありました。でどれがいいかなと思った時に、まあエビチリ味がいいかなと思って、エビチリ味の方を選んで買ってきてみました。結構辛めの味付けになってるのかな、どうなんだろうね。まあピリッと辛く、甘辛くって書いてあるね。本格的な中華後引く味わいって書いてあるけども、どうなんだ、どんだけ辛いのみたいなね感じはするけど、まあ早速食べていきましょう。はい、なんかエビチリってね、ちょっと甘辛い、そうでもなかったり、結構辛いようなところとかね、いろいろあるかもしれないですけど、これはどうなんだろうね、お菓子だからね。はい、お待たせしました、今ね開けました。こんな感じ、見えるかな、見える、見える、あ、見えるね。こんな感じです。見えづらいかもしれないですけど、ちょっとね香りから、あ、エビチリの香りだ。あのエビチリの香りですよ。なんかね、エビチリの香りっぽいのがすごいわかる。普通のカッパエビセンとは違うよね、やっぱりね、エビチリ味だからさ。そんなような香りがちゃんとしますね。で1本ちょっと取ってみるね。よいしょ。はい、こんな感じです。普通のカッパエビセンよりも、なんていうのかな、赤っぽい、なんかエビチリっぽいような色してる。赤っぽいね。なんなんだろう、なんかね、なんかついてるから赤く見えるのかね、練り込んでるのかな、わかんないけど、ちょっと食べてみますね。1本いただきます。あ、意外にね、なんていうのかな、しっかりと味が米についてる。で、エビチリのね味がちゃんとする。で、甘辛いのがどれぐらいかな、ほのかなのかなと思ったけど、結構のね、なんていうのかな、ほのかではなくて結構味が濃い。甘辛さが結構濃く出てる。でもね、美味しい。結構1本だけだとさ、どうかなとかと思ったりするんだけど、1本食べて、あ、エビチリの味がする。でも、なんつうのかな、エビチリ風味でちょっと薄めではなくて、結構ね、甘辛さがね、濃く出てるから、びっくりした。あ、これ美味しいよ。まあね、ちゃんとしたエビチリを食べるのとどっちっていうと、やっぱりちゃんとしたエビチリ食べた方がエビチリ感あると思うけどね。でも、エビチリ味はしっかりと再現されていると思います。結構ね、なんつうのかな、濃いエビチリ味だと思いますね。美味しいよ、だから。本当にね、ちょっと僕またね、ちゃんゆきいつものパターン、薬飲むのにちょっとご飯食べてるんで、もうそんなに食べられないですけど、本当にこういったエビチリ味もね、本当にかなりエビチリ感が出てるので、本当にやめられない、止まらないだよね。だからその後にカッパエビセンついてくるけど、本当にね、やめられない、止まらないですね。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでですね、今日はですね、こちら、じゃん、カルビーかっぱエビセンエビチリ味、こちらを買って食べてみました。まあね、エビフェアということで、なんかそういったキャンペーンかなんか出てるのかわからないですけど、エビチリ味買って食べてみました。本当にね、思った以上にこのエビチリ感がすごく出ていて、このエビチリ味が結構濃い味で出て美味しかったです。本当にね、やめられない、止まらないですね。はい、エビチリの好きな方は結構このエビチリ味、結構ね、
エビチリ感が出てて美味しいのでおすすめだと思います。そうだな、僕のね買ったスーパーさんはね、3種類あったんですけども、気になった方はねコンビニ等にもあるかと思います。あとはまあスーパーさん見かけた際にはこのエビチリ気になった方は皆さんも食べてみていかがでしょうか。その他にもね、エビシュリンプとエビタルタルだったかなかなんかがあったと思いますので、そちらの方も気になった方は皆さんもぜひチェックしてみてくださいと。僕もねちょっとねどれかあと1個やってみたいなともあるんですけども、どうだろうか。うん、でもねこのエビチリ味美味しかったです。はい、ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたしますと。それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。